こんにちは、ムです。今回はプレイスタイルが発動しない選手を見ていきましょう。プレイスタイルにはそれぞれ有効なポジションが設定されています。基本的には選手のポジションはプレイスタイル有効ポジションに登録されています。しかし中にはプレイスタイル発動ポジションの外にポジション登録されている珍しい選手がいます。もちろん発動ポジションに置けばいいだけの話ですが、そのまま使えば発動しません。はい、このような実質プレイスタイルがなしの選手が数名いますので紹介していきます。それでは行きましょう。1人目、ジェイソン・トロサ選手。ポジション、左ウィングのデコイラン。デコイランの有効ポジションは CF、セカンドトップ、OMF ですが、左ウィングということで、有効ポジション外になっています。今、セカンドトップに置けば、デコイランが行きますね。はい、次は、エビル・バネガ選手。ポジション、CMF でチャンスメーカー。チャンスメーカーの有効ポジションは、セカンドトップ、ウィング、OMF、サイドハーフですので、有効ポジションの外に登録されています。はい、発動させたいなら、OMF に置く必要があります。はい、次、ハムダサキ選手。こちらもポジション CMF のチャンスメーカー。セカンドトップ、ウィング、OMF、サイドハーフで発動するはずが CMF 登録ということで、チャンスメーカーは発動しません。こちらも OMF に置くことで発動します。はい、次は、ホセ・ロドリゲス選手。アンカーで CMF。アンカーは DMF で発動しますので、そのまま CMF に置くと発動しません。はい、DMF に置けば機能します。はい、最後、早川選手。ポジション CMF でチャンスメーカー。チャンスメーカーの有効ポジションはセカンドトップ、ウィング、OMF、サイドハーフですので発動しません。はい、発動ポジションの OMF は薄適正なので有効ポジション内で使うのは難しいでしょう。早川選手の ACL バージョンは OMF 濃い適正になっています。OMF で使いたいという方は ACL の方を獲得してください。はい、今回はプレイスタイルが発動しない選手を見ていきました。以上でます。バイバイ。